クラブトリー触媒は、イリジウムと1、5、シクロオクタジエン、トリシクロヘキシルホスフィン、ピリジンの作体である。水素化反応に用いられる、均一系触媒の一つであり、エール大学教授のロバート・クラブトリーによって開発された。作体中のイリジウム原子は、D8 作体に見られるような平面四角形構造を取っている。クラブトリーと大学院生のジョージ・モリスは、 パリ近郊の GIF シュールイベットにあるアンスティチュ、デチミエでサブステンセスナチュレルスにおいて、ウィルキンソンのロジウム触媒のイリジウムアナログを研究していた1970年代に本触媒を発見した。クラブトリー触媒の利点としては同様の目的で用いられるウィルキンソン触媒では還元が難しいような反応性の低い4級オレフィンの水素化を行うことが可能なほか、 分子内にヒドロキシル元やカルボニル元が存在する場合にはそれらの元と同じ側から水素化が起こるため立体選択的に水素化を行うことができるといった特徴が挙げられる。クラブトリー触媒は新たな触媒の開発の元としても使用されている。リガンドを収縮することにより触媒の性質を調節することができる。例えばキラルリガンドを用いることで エナンチょ選択的触媒を開発することができる。アルターパンマイナス4オールの水素化反応における伝統的な触媒との比較研究が以下のようになされている。エタノール中パラジウム炭素を用いると生成物の比は20、80で脂水生態が優先的に得られる。この時、ヒドロキシル元がある極性側は溶媒と相互作用し、非極性側が 触媒表面と接する。溶媒として、シクロヘキサンを用いると、この日は53、47となり、極性側が若干触媒方向を向くようになる。クラブトリー触媒を用いると、この選択性は完全に変わり、ジクロロメタン中ではほぼ水生体に A のみが得られる。この思考効果は、気質のヒドロキシルモトとイリジウム中心との結合相互作用によるものである。 カルボニル元もまた、クラブトリー触媒を用いた水素化反応において選択性を試行することが知られている。ありがとうございます。